人間が飼育できなかった生物。マウンテンゴリラ。あなたは動物園でマウンテンゴリラを見ないでしょう。実際に日本で見ることができるゴリラは西オランドゴリラ一種のみです。マウンテンゴリラはアフリカ中央部の山地に生息し、気温が0度を下回る寒い山の気候に適応するために著しく厚い毛皮を持っています。1960年代から70年代にかけて動物園でマウンテンゴリラを飼おうという試みが数回ありましたが、いずれも悲劇的な結果に終わりました。マウンテンゴリラは飼育下に置かれるとほとんどの場合は隠して死亡してしまいます。これは彼らは生息地において142種類の果物、茎で新芽からなる非常に特殊な食事をしており、飼育下でこれを再現するのは難しく、健康を維持するのに必要な栄養を摂取できないためと考えられています。またストレスを受けやすく、それが免疫システムに影響を与えるためだとも言われています。実際に見てみたい方はアフリカを訪れてみてはいかがでしょうか。